国鉄711系電車は日本国有鉄道が1967年に設計、開発した日本初の量産交流均衡系電車である。函館本線電化事業と並行して開発された徹底した体感対策機能を考慮した初の北海道向け国鉄電車である。本系列以前の本州、九州向け在来線交流対応電車は 直流電区間との直通運転を行うためすべて公直両用であったが、本系列は在来線初の交流専用営業者として設計され、かつ 1M 方式を採用した量産車である。1967年に、仕様の異なる2編成4両の試作車を落成させ、各種試験を実施。量産車は1968年8月28日の、小樽。 滝川電化開業に合わせて製造され、同日から営業運転を開始した。1969年の旭川電化、1980年の千歳線、室蘭本線室蘭沼の橋電化と道内電化区間延長の土に改良型を増備。総数114両が製造され、札幌運転所に配置された。1987年の国鉄分割民営化では、 全車が北海道旅客鉄道に継承されたが、後継車両となる721系、731系の導入により1998年から廃車が開始され、初期車、中期車は2004年に運用を終了。2012年11月に老朽化により2014年度末で、全車新型車両へ代替する方針であることが報道され、2015年3月13日に、 営業運転を終了した。残存者は、同月31日付で、全車廃車され、廃景列となった。S107 編成 S51 編成運転台、側面方向幕本項目では量産車仕様について解説を行い、試作車並びに、後年の改造については講述する。構え体は普通構成を基本とし、電車として、 初めて採用となる対抗性高張力鋼板を外板に使用する。1000ミリメートル幅の片開き機動車大量単の片面2箇所に配する。客室と出入り口を扉で仕切ったデッキを備え、455系などの急行系電車に類似する構造である。客室窓は1080ミリメ、mm、ートル680ミ、mm、リメートルの一段上昇式で、内外2組の窓枠を持つ20窓とし、 内側の窓枠を FRP 製とするなど、陶器の車内保温と結露防止を重視した構造である。電動車の模ナ、oh、711型は、機器構成の簡略化で軽量化が図られ、一両で主回路を構成する一 m 方式が採用された。また機器類へ、雪の侵入を防止する観点から、主電動機冷却用吸気口を車体側面の高い、置にし、 大容量の雪切れ室を客室内に3位側の2カ所に設置する。これは外気を一度室内に導いた上で雪を分離するためで雪切れ室から手電動系は床下に設置された風洞道と蛇腹で誘導される。床下には常日の手電動機冷却用ダクトや断熱材を収容する必要から床面は団地向け車両に対して5 0ト、mm、ル高い位置となった。 床面高は、電動機を持たない制御車、区ハ711型も同一寸法である。このため前面の運転台窓、貫通扉、種別表示器は、本州向け電車より高い位置となる。前照灯は、シールドビームを正面注意の左右に、各位灯標識灯タイフ台ンは、正面階に設置する。灯下類は、国鉄電車の規定位置としたため相対的な、 取り付け位置は低く見え、標準的な東海系や区ハ111系の前面とは印象が異なる。全部の廃焼器はエゾシカやヒグマなどの大型動物や、氷海との衝突を考慮した大型イターツタイプで対衝撃性を向上させた。車両間貫通ホールは、車体側とホール枠側の両方に固定用クランプを持つ独特の仕様で、 国鉄新製能電車では唯一である。外部塗色は、車体全体を赤2号、戦闘車の全面下部をクリーム4号とした配色であったが、1985年から塗色変更を実施。明るめの赤1号の地色に前面と、側面層下にクリーム1号の帯を配したタイプとなった。室内の化粧板も、団地向け均衡系のような弾力1号ではなく、 新幹線0系や特急型などと同じ薄茶色を6号である。地域輸送を主要ととする均衡型として設計された車両であるが座席配置は車端部分のみにロングシートを設けるセミクロスシートという汎用的に使用できる構造である。これは普通列車のみならず当初から急行列車での運用をも考慮したもので均衡型に必要な8 6 0ト、mm、ルの 通路幅は窓側席の肘掛けを省略して確保する一方、クロスシート部は座席形状や 1470mm のシートピッチ、窓側に装備される線路機付きテーブルなども急行系車両と同等となり、カムイ、サチカゼなどの急行列車でも運用された。クハ711型には、便所のほか、これも急行用車両並みに独立した洗面所を対面に設置。 配置は共にデッキ外とされた。床材は北海道用車両で一般的だった板張りを配し、一般的な広範囲にリウム張りとしている。心臓時には冷房装置を搭載せず、屋根状に押し込め式通風機を、室内天井に扇風機を装備した。サイリスタ連続位相制御回路と動作サイリスタ T1 と T2 を順に位相制御し電圧を、 連続制御する日本の電車では初めてサイリス体操制御を採用した。凍結や着雪による故障の起こりやすい接点類を極力排除し、陶器のトラブル回避とシステムの小型化を図った。常用ブレーキは電磁直通空気ブレーキのみを装備する。量産車ではモハ711系1両の両端に制御車であるクハ711型を組成し、 1M2T の3両編成を基本構成とする。これは、サイリス体操制御の採用で、高い粘着性能が得られたことによる。MT54 型手電動機の端子電圧を 375V500V へ昇圧し、定格電流を 360A330A へ下げたことにより、定格出力が、標準の 120kW から 150kW へ、 また弱回自制御を排して単純化し、定格速度が同一、歯車比の抵抗制御車の時速 52.5km、時速 73.0km へとそれぞれ向上したことで可能となったもので、交流電車用定格とされた。動力伝達は、MT54 型主電動機の基本仕様である、中空軸平行、カルダン駆動方式で、歯車比は、 均衡系標準の4.82である。このため初期製造コストを抑えつつ輸送力を確保することに貢献した反面、3両編成中に電動車が1両のみで MT 比が低く、交渉の軌道加速度値時速 1.1kmS は一般の特急系電車をも下回った。 一方で最高速度の時速 110km は、国鉄近郊系電車としては1979年に117系が落成するまで最速であり、高速域まで強トルクが得られる特性から、実用上の高速性能は、概ね485系と同等とされた。DT38 系動力車用台車 TR208 系制御車用台車台車は、 本系列専用の DT38 系 TR208 型で、それぞれ DT32 系 TR69 型をベースとし、インダイレクトマウント式空気バネによる枕バネ、円筒案内式軸箱指示装置、密閉系円水コロ軸受けを採用する。凍結による減水機能喪失を防止する観点から、軸バネはゴムで被覆され、基礎ブレーキ装置は DT38 型が両、 抱き式踏み空ブレーキ TR208 型が自己通風式ディスクブレーキを搭載する。なお、軸受け、軸箱指示ともに国鉄量産系電車では初採用の方式である。以上のような特殊性から本系列は国鉄電車で長年多用された抵抗制御車特有の癖である加速時抵抗切り替えによるショックがなく、 ゆっくりかつスムーズに加速し、速度が高まっても冷却ファンの音がしないなど、国鉄近郊系電車としては、極めて独特の乗り心地となった。また、新性能電車に、付き物の指定後期冷却用ブロア音もなく、車内外ともに、騒音は非常に少ない。また制御車には、電動発電機などの騒音源がなく、空気バネ台車やデッキ付け、 20窓の体艦装備とも、相まって、客車とほぼ同様の静粛性と乗り心地を提供した。試作車900番台は、メガヘルツ 1045C2000M を、0番台は、メガヘルツ 1045C2000C を、100番台は、メガヘルツ 1045AC2000C をそれぞれクモハ711、もしくはモハ711に搭載した。本系列は、 試作車並びに3度の量産が実施され、最終的に3両編成 X38 本イコール、計114両が製造された。本校では、それぞれの製造グループについて、解説を行う。最小限の車両数で、比較試験を行うため、雲波711系、雲波711系の2両編成と、され、仕様の異なる以下の2編成が1967年に、製造された。 雲派の711系の共通装備として、大切系の PS16G パンタグラフ DT38X 型試作台車、連結面側車端部に設置する大型雪切れ室などがある。連結方向が決まっているため、車両間引き投資は、雲派の711系、区派の711系とも、片渡り構造である。 1980年の第三次量産車製造時に区ハ711系100番台を追加して3両編成とし、雲ハ711型は運転台の一部機器を撤去し中間車として蘇生された。1999年10月までに運用終了。1980年に編成蘇生された区ハ711系100番台2両は多編成の区ハ711。 経営を機会に転用され、試作車4両は廃車となった。その後、雲ハ711から901、区ハ711から901のみ、内部工場で保存されたが、区ハ711から901は、後日解体された。第1次量産車、S9 編成1994年札幌駅、第2次量産車 S-60 編成2002年5月。 札幌駅第三次量産車 S-113、編成区派711から109も派711から109、区派711から2092014年時点で、車席を有する残存車は、すべて本グループの100.200番台で3両編成14本、計42両が、札幌運転所に所属した。編成番号は、識別記号。 S, S にも波711系の車両番号を付加した S となる。なお所属者のうち3扉化及び冷房改造を施行していない編成が2本在籍するが、そのうち S-110 編成は2011年6月に、S-114 編成は2012年5月に、2012年、北海道デスティネーションキャンペーンのプレイイイベントとして、国鉄時代の急塗装に復元された。 量産車と使用統一するための改造が2度実施された。降雪時の視界確保を目的に、正面上位の種別表示器直上部に、砲弾型シールドビーム2等を増設し4等化するもので、1973年に区派711から3.4に試験取り付けを行い、1977年から1979年にかけて、雲派711系、 クハ711系全車へ施行された。従来より変圧器の絶縁油として使用されてきたポリエンカビフェニルは1972年に製造が禁止され、本系列の第3次量産車や781系電車では絶縁油にシリコーン油を使用した非 PCB 仕様の主変圧器、主整流器が採用された。本系列の第2次量産車までに使用された。 PCB を使用する機器についてもヒッピー CB 機器への取り替えが検討され、1976年にもハ711から8.951に試験交換を実施した。結果を踏まえ、第1次、第2次量産者の全車を対象とする交換工事が1977年から開始され、1982年に完了した。 三扉可視光車 S-111 編成区七711から111区七711から211札幌都市圏での乗降客増加に対応するため区七711系の車体中央部に車端部と同一仕様の片開き式客用扉を増設する工事。1987年9月に区七711から1.2へ先行施行後、 同年12月から区派711系第三次量産車後編成重量へ施行された。増設された中央扉には721系同様にデッキを設置、客室間には両開き仕切り扉を装備する。施行者は扉の帯上下に同色の細体を付帯させ判別する。モハ711型は大枠の補強に伴う重量増加が許容できないため、 本改造は未実施。731系電車開発に伴う使用検討のため、1995年に苗母工場で S-112 編成へ施行された以下の改造工事である。改造は座席等の接客設備が主で外観上の際はほとんどない。施行後は一般車と共通運用されたが、クールファントリ付け部から室内に 水が侵入するなど改造に起因する不具合が多発したとされる。2006年7月以降に運用離脱し、同年11月に廃車された。冷房搭載改造車 S-104 編成2001年より、第3次量産車客用扉増設未実施11、編成33両のうち S-110S-114 の2編成を除く9編成27両に、 集約分散式冷房装置の搭載工事が苗母工場で施行された。着設による離線防止と補給部品の車内統一を目的にも七711系のパンタグラフをシングルアーム式へ乾燥する工事が2004年秋から2005年秋にかけて施行された。くるくる電車ポプラ号 s 編成年札幌駅車は両編成のまま量産車と 混用され、モハ711から9を蘇生した 2M1T の3両、編成、2両プラス3両の5両編成、2両プラス3、両プラス3両の8両編成で運用されることも、あったが、1980年の三次車増備時にクハ711、型を2両追加製造し、すべてを3両編成に統一した。1968年8月の運転開始時は、 直近に大タイヤ改正が迫っていることもあって、従来の軌動車ダイヤをそのまま置き換えた形でのスタートとなったが、四三等以降に本格仕様となりおたる滝川間の急行、カムイージ往復にも使用された。1969年9月の滝川朝日川、電化開業以降は、主として3両から9両の編成を蘇生して、函館本線の普通列車で運用されたほか、 当時の北海道内一般型機動車同様に、急行列車にも汎用され、札幌旭川間の急行、カムイ、サチカゼに充当された。1975年に485系1500番台による、道内初の電車特急、石狩が運転開始で、サチカゼは廃止。カムイも格上げの形で減便された。1978年には、 北海道専用の781系が開発され、石狩の冬季原車と計画運休による間引きの解消が可能になって以降、カムイの運転本数は全時減少。1986年11月1日のダイヤ改正で本系列によるカムイの定期運行が廃止され、急行運用は消滅した。一方、普通、快速列車での運用は1980年に、 千歳線、室蘭本線室蘭殿下により、第3次量産車が増備され、室蘭まで範囲が拡大した。分割民営化後ももっぱら、函館本線、千歳線、室蘭本線の普通列車、快速列車で運用された。しかし、札幌都市圏の進展に伴い旅客輸送量が増大するとに、扉デッキ付き構造が、ラッシュ時の乗降を滞らせ列車遅延を多発させた。 対応策として、ロングシート化、乗降ドアの三扉化、列機撤去などの改造が一部車両に施行された。九百九十二年の新千歳空港、開港並びに新千歳空港駅開業により、快速、エアポートの一部列車へ本系列が充当された。しかし七百二十一系の増備や九百九十七年の七百三十一系投入により、九百九十八年には、 快速、エアポート運用が終了。千歳線での運用が大幅に減少したことに伴い試作車は1999年までに、第一次、第二次量産車は2004年までに全車が運用終了し2006年までに廃車となった。また、1980年製造の第三次量産車も、これらの廃車整理により、室内使用変更車の S112 編成と、 区派711から118.119、120.218の7両が2006年までに廃車されている。また札幌発着列車の千歳線運用終了後も、室蘭本線では引き続き戸間小前室蘭間で運用された。このため札幌運転所からの送り込みが早朝に、手稲発東室蘭行き、入所が夜間に、東室蘭発札幌行きの直通列車1往復が、 設定された。しかし同線での運用も2012年10月27日のダイヤ改正で、苫小牧室蘭間普通列車が機動車によるワンマン運転へ統一されたため終了した。その後は、殺傷線電化により、北海道医療大学までの運用へ一時的に充当されたほか、一般営業運転を除いた回送列車並びに訓練運転を含むと、総野本線、 旭川旭川運転所間での走行実績がある。2007年以降の残存車はすべて1980年製造の第3次量産車のみとなり3両編成16本の48両が函館本線で引き続きを渡る旭川間での運用が継続されたが2012年11月22日に2014年度末をもって営業運転を終了させる方針であること。 同年12月7日には733、軽電車によって、順次置き換えられる予定であることが報道された。そして、2013年から廃車が再開され、同年12月に S104、S115 編成が廃車された。2014年8月30日のダイヤ改正では、函館本線で残存していた上下合わせて30本の、運用のうち16本が721系。 置き換えられ、小樽手稲間の定期運用が終了。以降は、岩見沢旭川間で上下合わせて14本、並びに、札幌運転所への出入所を兼ねた札幌、岩見沢間一往復と、手稲札幌間回送列車一往復に、充当されたしかしこれらの運用も2015年3月13日の 144M をもって終了した。なお本系列の運用終了に合わせて、 2014年9月13日から、函館本線、千歳線、室蘭本線、札傷線の主要駅で、記念入場券、記念乗車券を発売。同年10月5日から6日には、団体臨時専用列車、ありがとう711系、同大建大団号を運転。さらに2015年2月26日からは、かつて本系列で使用された、ヘッドマークをモチーフにした4種類の、 さよなら711系ステッカー式ヘッドマークを作成し、それぞれを2編成ずつ、計8編成に掲出した。引退後、インターネット上で711系保存の声が上がり、北海道鉄道観光資源研究会がインターネット募金を開始。目標金額達成により、岩見沢市栗沢町のファームレストラン大地のテラスに711、経営。 電車2両の保存が決まり、2015年8月7日、有国より711系保存車両の展示公開が始まった。車両の保存と活用は岩見沢赤電保存会により行われている。また、2000年に廃車された区派711から29が、首都接種でカフェとして活用されている。その他の車両は2015年5月に、 神野町臨港駅構内や岩見沢駅構内などに引き入れられ、7月6日から24計客車とともに順次解体された。ありがとうございます。